皆さん、実はロミピアノ習い始めました。皆さん、やっほー、リクチャンネルのアリクです。今日はね、まあ、さっきも言った通り、実はロミ1ヶ月前からピアノを習い始めました。で、何回かさ、ほら動画の中でロミ実は趣味でピアノやってるんですって言ってたんだけど、まあね、あの最初はこのタブレットのアプリ入れてこうやって始めて、でお父さんが頑張ってるからって、あの小さめのねキーボード買ってくれて、それで頑張って、その時は独学で YouTube 見ながらこうやって弾いてたんだけど、まあもともとロミ、あの新しいことを始めたくて、でピアノをねちょっとやり始めたんだけど、もう本当にね、あのキーボードじゃなくて普通の電子ピアノが欲しいって思って、お小遣いを貯めて貯めて、自分のお小遣いでこの電子ピアノを買って、でこうやってたんだけど、やっぱり独学だとさ、あんまり上達しないわけよ。 YouTube の弾いてる人の指を見ながらやってるから、楽譜を覚えるわけでもないから、リズムもバラバラだし、ずっとね、あーピアノ習ってみたいなーって思ってたので、お父さんに頼んだら、あいいんじゃないって言ってくれて、1月から始めました。で今2月半ばだから、もう1ヶ月半くらいですね。めっちゃ楽しいです。結構ね、もう始めた時1月からね、もうあの報告動画出そうと思ったんだけど、レッスン行ってもうちょい上達してから言おうかなとか思ってたので、ほんと学校の友達にも言ってないの、今日初めてですね。多分学校の友達見てる子も、え始めたのって思ってると思うんですけど、で4回行きましたもん。でね、あめちゃくちゃ難しかった。最初の頃楽譜とか何も読めなくて、ドレミとか読めたけど、これなんか意味わかんないの、これ丸がいっぱいあって、でこれが四分音符だよって言われて、四分音符みたいな、本当に全然わかんない状態始めて、あそう、テキストがこれ大人のためのピアノ教本ってやつなんだけど、なんか子供向けのテキストだったら、もうロミ高校生だからほぼ大人だから簡単すぎるから、これ使うかって言ってこれ始めたんだけど、難しかったの最初から。でも楽しいですね、めちゃくちゃね。でピアノの先生も優しくて、で今回ねちょっと練習してる曲とかを弾いてみたいなと思うので、毎週月曜日ね、ピアノがあって、明日なんですよ。でまだ弾けてない曲があって、宿題出されてる曲でちょっとやばいんですよ。でそう、やっぱりねちっちゃい頃からあのピアノやってるイメージとか強いと思うんだけど、まあね高校生からでも大人からでも本当に全然新しいこと始めるのは全然いいことだと思うので、もしねピアノ始めたいけど今中学生だしな、中学生から始めるのもなって思ってる方、もう全然いいと思います。上達すると思いますよ、真剣にやればね。ぜひお母さんお父さんに相談してみてください。で、そうロミを始めてからもう1ヶ月半なんだけど、全然もう両手で弾けるようになったし、本当にかなり上達します。独学でやってた時は両手とか全然もう意味わかんない意味わかんないとか、右手だけとかだったんだけど、やっぱり全然違いますね、独学と習い始めるのだと。直接ねこここうした方がいいよとか教えてくれるので。でもね、もうめちゃくちゃ難しかった。一番あの動画の最初に弾いた曲が一番ね、あの意味わかんなくて戸惑った曲で、でそれも弾けるようになっちゃったので、あそうテキストがそう4回だけでもう半分くらい終わってるんですよ。何回かさ、ルミさライブでさあれやったよね、ピアノ演奏みたいな、めちゃくちゃ下手くそだ、今聞いたらリズムめっちゃバラバラだしって。でもコメント欄でね、皆さん「えりくちゃん上手!」っていうコメントあの入れてくれてありがとうございます。本当にめっちゃ嬉しかったですね。で独学で「エヴァンゲリオン」とか「鬼滅」とかいろいろ練習してたけど、これ使い始めてから、その全然練習してないから全然覚えてないです。で大体1日1時間は練習するようにしてて、そう宿題出されて1週間後に演奏で丸もらって次の曲みたいな感じですね。じゃあね、ちょっとねロミが習い終わった曲をね披露していきたいと思うんだけど、ちょっとねあの2週間くらいやった曲だからちょっと忘れてて下手くそな部分あると思うんですけど、アドバイスとかねぜひコメント欄に書いてください。でねやっぱり最初の頃だから本当に あんまり知られてないような簡単な曲ばっかり弾いてますね。あでもこのロンドン橋なら知ってるかも。いきます。あ、間違えた。は
い、こんな感じです。ロンドン橋、やっぱり一番最初に弾いた曲から右手と左手がバラバラの動きになって一番大変だった、ここが、この思い出とロンドン橋。でも1週間練習したら全然弾けるようになったから、うわ上達したって感じです。で、次に宿題が出された曲がね2曲あるので、1曲はまあまあ弾けるようになったんだけど、2曲目まだ弾けないんですよ。で、明日これをなんかテストっていうか披露して丸もらわないと次に行けないの。ね、さっきちょギリギリまで練習してたんだけど、はい、じゃあローレ、これも微妙なんだけど明日弾かなきゃいけないから頑張って練習します。いきます。これは多分明日丸もらえる。これは大丈夫。ピアノの先生に言われるのは、こう弾くときに指が上がってないってよく言われるんですよ。こうやって見えるかな、指こうやってドーレって弾くときに、ロミいつもドー指をつけたまま次のレを弾いちゃうから音が重なっちゃうんだって。ほら普通はこうだけど、こんな感じで、なのでそこを直してきてって言われて、で、あと、リズムがね、やっぱり最初レッスンでは右手弾いてから左手弾いてで合わせるみたいな感じなんだけど、やっぱ最初からできないのでしっかりそこをやってきてって言われました。で、一番ロミが弾いてて、うわすごい曲っぽいって思ったのが聖女の行進。めちゃくちゃ簡単な曲なんだけど、これがめちゃくちゃ弾けて嬉しかったですね。これがなんかすごい迫力あってめちゃくちゃ弾けて嬉しかった曲。でもなんかレッスンの時に弾いたんですよ。そしたらもうちょい元気あってもいいかなって言われて、そうやっぱり自分がいいと思っててもピアノの先生はもうちょい元気にとか、もうちょい早くとか、もうちょいゆっくりめにって言われますね。ロミはいつも早いって言われます。弾くのが早くてもうちょいゆっくりかなって言われますね。で、ロミが一番最初にうわこれ無理だって、右手と左手がバラバラで無理だと思ったのが思い出って曲なんだけど、せっかくなんで聴いてください。これはマジでもう一番うまくできると思う。いきます。もう一回いきます。はい、こんな感じです。これはマジ一番練習した、初めて右手と左手がバラバラな動きで本当に大変でした。ピアノ習ってた友達に、え、これってさこれで合ってるみたいな、そうピアノ習ってた友達にはそう言ったんですよね。ピアノ習い始めたんだみたいな感じで、で友達もアドバイスくれて弾けるようになったんだけど、ガチも一番苦労しました。これ2週間前かなに丸もらって、そうガチも難しかった。で、多分ねピアノ何年も習ってる子いたら、え、こんなん簡単じゃんって思うんだけど、やっぱり、難しいですね、初めては。で、これレッスン受ける前までは独学でエヴァンゲリオンとか弾いてたんだけど、多分忘れてる。え、待って、かなり忘れてる。どうだっけもう忘れてる。右手なら、いやダメだ、全然覚えてない。あ、進撃の巨人だったら覚えてるかも。あ、ここの最初の曲だけ、わ、かっこいいと思って頑張って練習してましたね。あとは全然覚えてないです。これしか今やってないから全然覚えてないですね。でも徐々に上達してきてるので、そこはめちゃくちゃ嬉しいですね。で、その明日弾くところのその次を見たら、初めて多分このシャープの曲を弾くのでめっちゃ難しそうなの、その次が。
なのでもっと上手くなれるように頑張ります。はい、じゃあね、今回ね、あのロミがピアノ始めたよっていうねお知らせの動画だったんだけど、まだ始めたばっかりだけど、あのすごく楽しくてピアノ大好きになっちゃったので、もしねこうすればもっと上手くなると思うよとかアドバイスとかあったらぜひお願いします。コメント欄に書いてください。ピアノの先輩方たち、お願いします。まあ、もっともっと練習して上達したら、今度またねピアノライブとかねやっていきたいなって思うので楽しみにしててください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。